横浜京急バスの県代営業所。京浜急行バスの県代営業所は、京浜急行バスの路線のうち、京急富岡駅、農美大駅、金沢文庫駅、西口を発着する路線を所管している営所である。各駅より、西側の住宅地へ向かう路線を主力とする。農美大センターバス停付近に車庫を所有しており、営業所記号は NY。 京浜急行バスからの委託車両は Y である。京浜急行バスの営業所であった時期は Y であった。またこの営業所は貸切輸送、特定輸送の免許を取得していることから貸切特定登録された車両が配属されており、それらの営業所記号はスナイ、ドニーとなる。2018年、平成30年4月1日付で横浜京急バスが 本体の京浜急行バスに九州合併されて解散したことに伴い、当営業所も京浜急行バスの近代営業所となった。同時に営業所記号も n とされた。当営業所のすべての路線は京浜急行バスからの運行。住宅路線である。野村住宅線は朝夕のみならず、支柱の本数が多い。これは野村住宅が高台にあることに加え、沿線に。 横浜市立金沢自然公園、動物園があるためである。また、野村住宅センターバス停は、関東学院大学金沢文庫キャンパスにも近いため、バスの車内放送でも、野村住宅センターが、関東学院大学金沢文庫キャンパスもよりバス停、であることを案内している。始発の金沢文庫駅では、車外放送にて、関東学院大学金沢文庫キャンパス、 野村住宅センター業と案内している。なお、文7の金沢文庫駅、赤坂。関東学院大学金沢文庫キャンパス総合館の定期を所持している場合、この文1のバスにも乗車することができるため、関東学院大学の学生もこの路線を利用している。ただし、文1の途中の停留所で乗り降りすることはできない。また、所要時間はこちらよりも、基本的に、 文七の方が短いため、学生のバス利用は文七が中心である。金沢文庫駅を出ると、旧道を経由する。沢北二線は、金沢文庫駅西口と金沢文庫パークタウン及び、関東学院大学金沢文庫キャンパスとを結ぶ路線である。文七は、2000年2月1日までパークタウンにし泊まりであったが、関東学院大学の学生の便利を図るため、 元々使用していた大学前のバス折り返し場を現在の終点として延長した。また分7系統の深夜バスはないが、金沢文庫駅発平日の未分3系統が反対側の終点方面からパークタウン入り口まで運行される。前日の通り、関東学院大学金沢文庫キャンパスは野村住宅センターに大変近いため、金沢文庫駅、 赤坂野村住宅センター総合館の定期券を所持している場合、この分7のバスにも乗車することができる。ただし、分7の途中の停留所で乗り降りすることはできない。分21系統は、金沢文庫駅と金沢動物園を結ぶ路線。佐々市もリア屋道路を通り、赤坂から分1と同じルートを走り、夏山坂上手前から、金沢動物園敷地に入る。 急行運転を行い、途中、北やつ、夏山の両邸留所のみに停車する。2006年11月3日より、土日祝日のみ、独特のラッピングを施した小型バスでの運転。他の車両による、ダイソーあり。農美大線及び農美大五丁目線は、金沢文庫駅西口と一人沢、農美大方面を結ぶ通勤通学、生活路線である。 分8.9系統は、脳み動力地前バス停からルートが分かれるが、主に、金沢文庫駅や鎌利屋高校、一人沢高校に向かう通勤通学客、脳み台の住宅街に住む住民が多く利用する。運行本数は、分8系統は、平日朝は10から15分間隔、平日その他と土曜日、日曜祝日は、20から30分間隔で運転され、分9系統は、 おおむね30から60分間隔で運転される。なお、農産系統は、全日町10時から16時までの運行で60分間隔で運行する。農美大駅発着系統は、高校と農美大駅を結ぶ通勤通学生活路線である。いずれも、高校や農美大駅に向かう通勤通学客や、昼間の買い物客などがよく利用する。 平日と土曜日は朝は5から10分間隔。平日その他の時間は、おおむね10分間隔。土曜日その他の時間は、おおむね15分間隔で運行されている。日曜祝日は、1日を通しておおむね15から20分間隔で運転されている。なお、農美台の住宅街の中心にある、農美台センターバス停は、付近に農美台営業所があるため、 バス通り沿いと営業所前の2カ所にバス停があり、脳2系統は車庫前のバス停、脳未台車庫前は停ではないから、脳1系統はバス通り沿いのバス停から発着する。また、中央公園入り口、脳未台センター間では、分級系統が加わり、脳未台センター一人沢高校間は、さらに府に系統が加わるため、昼間でも本数は確保される。 2015年10月1日に、農業系統編吹き団地循環が開通した。市営国津坂住宅と片吹き団地とを結ぶ、循環路線で、日中のみ、約30分間隔での運行となる。急坂、京愛区間を通るため小型車両が使用されている。白山道循環線は、金沢文庫駅西口から、白山道、六浦、泥亀を経由して再び、 金沢文庫駅へと戻る循環路線である。運行本数が1日に4本から6本と少なく、平日早朝、夜間と土日祝日は運行されない。だが、西が、矢と白山道間は、分11系統によって保管され昼までも、おおむね30分間隔で、白山道金沢文庫駅西口間は、これに、分10系統が加わり、おおむね10から20分間隔で、運転される。 京愛路線のため長らく、通満運行、補助員乗車であったが、減便されると、同時期に、小型バスによる運行に変更されている。古くは、横浜市交通局の管轄であったが、1959年に、京浜急行に移管され、同年新設された、杉田営業所、1965年10月1日に、横浜営業所へ改称の所管となった。 市バス時代は町屋を奇襲点としていたが、いか時に、金沢文庫発着に変更された。九百七十九年には、六浦周りが四十四回、小泉周りが四十六回、それぞれ運行されている、平日。その後、何度か経路変更があり、金沢八景駅折り返し便も運行されたが、二千年の高船大循環線、八景大住宅線の開通に伴い大幅に、 減便され現在に至る。高船台循環線、八景台住宅線は、金沢文庫駅西口と白山道、高船台の住宅地を結ぶ路線である。平日朝は、金沢文庫駅に向かう通勤、通学客が多く利用するために本数が多く、設定されている。文住系統は、高船台地区の住民の需要が多いために2000年3月27日に、 運行が開始された。分20系統は運行開始当初、分12系統として、金沢分子駅、西口、小泉間は、振動経由で運転されたが、高船台地区の路線区間変更により、系統番号が変更された。なお、運行本数は分20系統よりも分10系統の方が多い。共愛区間が存在するため、日のポンチョで運行されている。 京急富岡駅発着の路線は、富岡、農美台の住宅街と駅を結ぶ、通勤通学生活路線である。京急富岡駅富岡第3公園館では4つの、系統が、同じ経路で運行され、平日朝夕は、約5から10分間隔で運転される。F1 から3系統は、京急富岡住宅西口で笹々島かまり屋道路に、入るが、F1、2系統は、 下が谷ですぐ笹市も鎌利屋道路を離れる。不一系統は、下が谷にほど近い一人沢高校までの運転で、不二系統は、一人沢高校から農未来の住宅街へと向かう。不二系統は、運行本数が1から2時間に1から3本ほどの運行だが、一人沢高校、農未来センター間は、農一系統と、文久系統が、京急富岡駅帯上の全館は、不一系統、 富山系統が加わり、10から20分間隔での運転となる。富山系統は、金沢文庫駅、西口、京急富岡駅間を笹もカマリア道路経由で、結ぶ通勤生活路線。富山系統は、おおむね30から60分間隔で運転されるが、平日朝は、本数が増やされ、金沢文庫駅や京急富岡駅、カマリア高校やひとり沢高校に向かう。 通勤通学客の足となっている。また、金沢文庫駅、西口帯状の全館は107系統が加わり、合わせて1時間に3本から6本の運転となる。107系統は、2006年11月1日に、横浜市営バスより、金沢文庫駅西口、磯子台団地マイナス用光台駅を譲り受け、運行開始し、同時に、 農美大センター発磯子台団地経由を、光台駅行きを設定。平日朝夕は、磯子高校や用光台駅、金沢文庫駅に通う通勤通学客が多く、利用し、昼間は買い物客や子供連れの親子などが利用する。このほか、朝には、農美大センター発磯子台団地経由を、光台駅行きが数本運転された。 しかし、磯子大団地始発は2006年12月1日のダイヤ改正で、農美大センター始発に統合され、わずか1ヶ月で廃止となった。107系統の路線のうち、上野前から、栗木町、田中太陽光大駅間及び一人沢、磯子大団地間は、今回初めて、京急バスの路線になる区間である。また、この系統に限り、乗車方法が、 前乗りと折り方式となっており、運賃の支払い方式が横浜市営時代の釣り船式から両替式となった。不語系統は朝夕のみに運行されており、通勤通学客がよく利用する一方、時間帯が合わないため買い物客などの利用は少ない。2009年9月7日より日中に限り、付録系統の運行が開始された。交通が不便であり、 ところどころで、旧坂区間のある、富岡西地区での待望のバス路線として、今後注目される。日中のみ、おおむね30分間隔で運行。これに伴い、富岡第三公園富岡旧きニュータウン間は、片方向きのみ、日中もバスが運行されるようになる。小高い丘の上にある、六浦台、エステシティ地区待望のバス路線で2009年9月7日に、 運行を開始した。カーブや急な坂道が多いため、バスはそれほどスピードは出さない。おおむね20分間隔で運行され、一部便は、無通浦台住宅始発、無通浦駅行き、または、無通浦駅発、エステシティ3号棟りで運行される。ラッシュ時は10分間隔である。2016年12月16日新設。坂本、夏山地区を循環する。 小型バス路線。金沢文庫駅赤坂夏山下。この間停車。夏山東赤坂金沢文庫駅のみ停車する。配置されている車両は、一般路線車が、大型車、または、小型車。その他に、関東学院大学金沢文庫キャンパス輸送用の、貸切登録車と幼稚園、病院送迎用の小型車が配置されている。高速路線の担当はないため、 高速路線用車両は存在しない。大型車は、イスズ車、ド、トラックス車、三菱不走車に加え、中型ロングサイズ車として、日野、レインボー HR、Y4439 号車が所属。近年導入されるのは、イスズ車が多い。三菱不走車は2011年にエアロスターの Y5120 号車を導入。高船台方面び、 六浦駅循環の境愛路線に運用される小型車は、日のポンチョロング市を中心に、日のリエッセの y 3 1 5 2号車が1台だけ在籍する。横浜京急バス席の貸切登録車は3台で、京急用地園用の日のリエッセ E、室内4336号車と、三菱ふそう、ローザ、須内6635号車。 循環器呼吸器センター用の日の DSC、スナイ3438号車を用する。かつては、土星の大型アンスティップ車が2台所属し、当時貸切り輸送扱いだった関東学院大学金沢文庫キャンパス輸送などに使用されていたが、すでに廃車となっている。同じく、横浜京急バス席の特定登録者は2011年に、 当初から貸し切り輸送用に導入されたイスズエルガと栗浜営業所から転入した日のブルーリボンシティが2台ずつ存在する。この車両は通常は関東学院大学金沢文庫キャンパス輸送のみに使用されている。塗装は一般路線車と変わらないが特定登録のため運賃箱がなく営業所記号表記が違うため一般路線に使用されることはない。 このほか金沢動物園用の三菱不装、ローザ2台、内室内6376号車は、リフト付けと横浜並木リハビリテーション病院用の、トヨタハイエース5台が在籍する。なお、2013年4月現在、一般路線バス車両はすべて親会社である、京浜急行バスからの運行委託車で、NY を表記する、自社路線は、東映業所には存在しない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。